はい、ご視聴いただきありがとうございます。今回はコンビニのマルチプリンターで行政サービス住民証の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、各種税証明書、こちらの印刷をしていこうかと思います。メニューを押しましたら行政サービスのメニューとなります。お住まいの市区町村のコンビニで、印刷しますので、証明書交付サービスですね。こちらの方を押していきます。はい、それでは表示出ますので同意すると。それですね、マイナンバーカードを、リーダーの方に置きます。はい、置きまして、次へ押します。で、お住まいの市区町村の証明書となるを押していきます。まあ、お住まいが違うところでしたら、下の方を押して、なんかいろいろしなきゃいけないみたいですね。はい、暗証番号の入力になりますので、マイナンバーカードを、交付受け取るときに設定していた暗証番号を押していきます。はい、多分、紛失防止ですね。先にカードを回収するようになっていました。それでは証明書交付サービスになりますので、住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書と選択するようになっています。今回は私は、所得課税証明書ですかね。こちらの方の印刷をしますので、各種税証明書を押していきます。はい、これですね、所得課税証明書ですね。で、必要部数を押していきます。はい、そうするとですね、所得課税証明書一部と出ますので、確定するを押していきます。それではですね、お支払いになりますので、私は7個を持ってますので、7個をセットして、プリントを押します。これですね、プリンターが一瞬ピュルッと紙が出て戻ってますので、両面印刷してんだなと分かりますね。はい、これで印刷ができました。はい、こんな感じです。ちょっとモザイク入ってますけど、こんな感じです。はい、最後に忘れ物ないですかという形で表示が出ますので、確認して、確認ボタンを押します。はい、これで端末の操作は終了となります。で、印刷したやつがこんな感じですね。所得課税証明書ですね。このように印刷ができました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。